本日はマジカルドリーマーズの収録お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。それではですね、堀川亮さんに、はい、いくつかインタビューをしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、今回ですね、収録を終えられて、その作品の印象といいますかね、感想をお願いいたします。そうね、はい、もうあっという間だったんで、自分のところの抜き取りでしょ、はい、だからまあ、それなりにいろいろ集中力は要求されましたけれど、なんか久しぶりにね、CG ドラマ、はい、っていうような感じのものだったんで、はい、まあ楽しかったですよ。おお、じゃあ今回そのオルウェル先生という役を演じられたわけですけれども、はいはい、その役の印象とかございますか？難しいな。以前ね、自分がやってた作品の、はい、なんていうのかな、キャラクターに、はい、まあ説明、最初の説明はね、はい、そういう形でされたんだけれど、まあそうね、そういう感じの役も最近久しぶりなんで、どうしても今リアリティをベースにしたものが多いから、そうですね、ね、普通だったらもう照れてできないところなんだけれど、はい、ちょっと中性的な役でしたもんね。そう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 、やるときはね、はい、私いつも言ってますけど、はい、もう自分だと思ってやってますんで、はい、そうね、はい、いい意味で楽しく遊ばせていただきました。あ、じゃあ特にその役を演じるにあたって気をつけた点とかは、ね、どうしてもほら、なんていうのかな、こうちょっと女性っぽいというか、はい、そういうふうにっていうのがなかなかね、実際問題つかめない場合があったりするんで、そこは外さないように、していこうか、はい、していこうというふうに思いましたけどね。はい、なるほど、うん、それではですね、まあ、その役いろいろいっぱいセリフあったと思うんですけど、印象に残ったシーンですとか、セリフとか何かございますか？そうだね、やっぱり同僚の先生と、はい、気さくにっていうところと、生徒には見せてない部分の落差っていうのは ね、あれがなかなか面白くて、まあそうなんだろうな、これいろいろ、まあ、今後ね、作品の展開にもよるんだろうけれど、はい、そこら辺、まあ、二面性って言ったら変なんだけれど、はい、そういうところは出せていけたらいいかなというふうに思ってるんで、そういうシーンがやっぱりちょっと、はい、これからもやるんだったら、気をつけていきたいなというかね、はい、印象に残ってるところですね。じゃあその辺も気をつけてよく見ていただければと思いますね。はい、それでは最後にですね、はい、ファンの皆様に一言メッセージをお願いいたします。はい、とてもね、夢のある作品ですし、楽しくなると思いますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。で、あともう一つね、もしね、まあこれはまあ架空の話なんだけどね、はい、僕がこういう感じで魔法を使えたら、はい、ということで、そうだな、いろいろね、はい、もし魔法を使えたらこんなことをしてみたい、あんなことをしてみたいっていっぱいあると思うんだけど、はい、俺はね、やっぱり時間を制覇できたらしてみたいな。というのは、はい、後悔先に立たずじゃないけれど、うん、失敗したらさ、もうね、もう元には戻れないじゃない。ね、だからその経験を生かしたまんまでまた過去に戻ったり、あ、記憶を残したままで、そう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 、だから時間を自由に行き来できるという意味での時間を制覇できる魔法がもし使えたら、はい、最強ですね。そしたらもう何でもできますね。いやいや、最強かどうかわかんないけどね、はい、夢があるじゃない。はい、もう一回こうチャレンジするってことができるし、はい、まあ、そういう意味ではそういうふうに思いますね。どうもありがとうございました。はい、本日は収録お疲れ様でした。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。